早速今日撮っていきたいんですけども、今日はワクワク企画だよ。今日はワクワク企画でございます。今日もですけども、今日も僕たちね、今ねめちゃめちゃハマってるものがあるんですよ。そうなの。そう、まあ、それが何かっていうとね、もう早速出しちゃっていいですか、ゆうさん。ダメですよね。ということで、まだ前振りもうちょい長くしたいんですけどもいいだろ、そんな伸ばさなくて。いくぞ。僕らがハマってるものはこちら。ディビリン。え、ビトン？お前金稼げるようになってビトンハマったのかって思うでしょ。皆さん違います。ビトンの買い占めです。違います。おい、誰が転売ヤーじゃん。違いますよ皆さん、これはあの財布買った時についているただの箱です。僕らがハマってるのは、はい、こちら。ディリーン。ポケモンカードなんですよ。ポケモンカード、皆さん今もう知ってますか？社会現象。やばいよ。ポケモンカードがもうバチクソ流行りすぎて、まずどこっても売り切れ。ここにも売ってないの。で、そのいわゆる5枚入りの150円のパックから出てくるようなレアカードだともう1枚4万円とか。もうそのレベル、はじめ社長とかもやってたけど、ほんとそのレベルでもちょっと前までは別にその2、3000円のがもう4万2000円かみたいな、ね、でですよ、で、この間10月5日にいわゆるその診断パックっていう新しいカードが出たんですけども、もう大量生産してやっと発売日です。もう30分で全部売り切れ。やばいよね。そう、プレイステーション4の発売日ぐらいもう並んで整理券みたいな感じらしいんですけども、なんと僕たち今回手に入れてきました。奇跡的にそう、かそった地域で言ってね、かそった地域の電気屋を回って見つけてきました。やっと見つけたんですよ、本当に。もう都心だとダメ、逆に人が集まってるとダメなの。そうそうそう、誰も買わないようなボロっちいとこで買わないと買わないの。それがこちら。ディリーン。うわー、診断パックのダークオーダーでございます。やばい。しかもこれも購入制限でね、1人10パックしか買えなかったんですよ。だってもう変装して思ったまで気になってくるって。それぐらいの勢いですよ。そう。で、このポケモンカードさっき高騰してるって言ったじゃないですか、うん、で、今ね本当に価値が上がってて、例えばこれを箱買いしますよね。箱買いして当てたカードをそのまま売った方が今箱より高いんですよ。あー、そう、だからもうお店の人が発売前に開いて売っちゃうぐらいもう社会現象になってて。ずるいよね。そうそうそう、もうやばいのよ本当。だから本日の企画は、今からねお互いこれ10パックずつ上げて、一番高いカード、一番価値のあるカードを当てた方が全部もらう、うん、全部もらう。これデッキごと。違う違う違う、それはダメ。このパック全部もらうと、値段で言ったら別に大したことないですけど、もう売ってないからこれ本当に。ただレアカード当てたらもう全部20パックもらえる。どう、やる？やる。全部もらっていいですよ。全部。じゃあお互い交互に選んでいきましょう。せーの、1。はい、1。これキラ偏ったらやだな。5。ちなみに僕サーチできるんですけど、もうキラは入ってることは確認しました。全部？はい。僕いわゆるこう触っただけでキラが入ってるかどうか分かるっていう、日本にまだ5人ぐらいしかいない存在なんですけど、遊戯王とかも。よくさ、コンビニでさ、昔流行ってたじゃん、ポケモンカード。みんなこう触って、小学生が。前はね、こう選べたのよ、昔はパックを。今ではもう選べないからサーチできないですけど。確かに。そうそうそう。みんなだって触ってたもんね。そうそう、昔はこうサーチしまくってましたからね。はい、ということで早速ね、開けていきましょう。じゃあ先行、どっちにしましょう。しましょう。ついね、もう赤ちゃん。どっちにしましょうか。じゃあ負けた方が最初ね。最初はグー、じゃんけん、ほい。俺からか。ということで、いきます。はい。あー、緊張する。僕がちなみに欲しいのは電流っていうキャラですね。それでは早速開けていきます。はい。あ、キラ見えた、キラ見えた、やばい、来た。はい、まずテッシード、ヨーギラス。来るよ来るよ。なんだこれ、初めて見た。最近のポケモン分かんない。合鍵ですね、これもう最低ですよ、これ浮気相手の鍵でしょ。車でしょ、自宅の鍵でしょ。ということで、多分次キラです。いきます。はい、ということでジラーチ、これキラですね。めっちゃ世代。ありがとうございます。うわ、かわいい。うらやましいドリー。はい、ということでゼブライカ、しましまの鳥ですね。はい、ということで一発目キラ出ましたね。グラエナ。かわいいグラエナ。お、ミコン。これもキラ出たら多分めちゃめちゃ高いです。このね、基本的に女の子のキャラクターって高いんですよ。あ、そうなの。そう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 。はい、あ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 、いきます。あ、キラがあった、ピー。あった、ピー。キラがあった、ピー。
ミカルゲ、さっきの合鍵野郎、ヨーギル、あ、あ、あ、この色は、この色はやばい、この色はやばい、ゴイ、あ、なんだこれ、これゾロワーク、ゾロワーク、あ、でも進化前も必要です。いやでもこれめっちゃかっこいい。今回のパックが鋼、悪、電気しか入ってない強化パックなんで、これは非常にいいんじゃないですか。いやちょっとでも電流欲しい、電流。はい、ニャビー、バチュル、ミッカ、あ、またキラ、これユンちゃんの入ってないんじゃないの。いきます、ディン、あ、カプコケ、カプコケコ、あれこれいいんじゃないの。え、どうなの、なんかあったよね、これのさ、うん、パック発電機ですね、やった。え、マジやばい、キラ3枚出てる、やばい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 。これ、かっちゃうね。あ、もう一番ですよ。いるじゃん。はい、どんどん行きましょう。なんかこうやってくると、キラしか興奮しなくなってくるね、やっぱり。そう、とりあえず今回は感動が薄れてきちゃう、キラの勝負だから。あったぴー、あったぴー、キラあったー。いくよ、ドーミラ、シママ、コマタマ、コマタマ、いきますよ、鋼欲しい、ドン、あー、ジラーチかぶり、ジラーチが高いのかどうかですね、あとはかぶりましたね。どれ、さあ、これもっと、おいこ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 い、もうシママ、シママいらん、シママ何枚目、シードもダブってる。何枚目、 あ、この流れ、ヨーギラスの後ろには今まで両方キラいました。おっ、行くぞ、オーケー、いいんだな、いいよ、こい、あっ、おー、サンダーじゃん、よし、これ確かいい、伝説ポケモンだよ、しゃあ、サンダー出ました、サンダー、しゃ、はい、ということでラストですね、ラスト、やばい、今のところ RR っていうその一番低いレアしか出てない、絵がでっかいんですよ、高いの、一箱買ったら1枚2枚入ってるから20パックならね、どうなんでしょう、はい、行きます、頼む、最後キラ、サナギラス、バレちゃい、あ、やっと出た、メリープ、そしてかわいい、あー、キラじゃない、おー、はい、はい、ということで、僕が出したキラはね、こちらの5枚ですね、5枚のジラーチかぶり、ジラーチかぶりのこちらの5枚ですね、はい、はい、ということで先行はね、こんな感じでした。続いてゆんちゃんの方いきましょう、はい、さてやっていきますよ、うん、いやでも勝負だけども、ちょっとね、僕はね、めっちゃレアなの見たいっす、普通に当ててほしい、任せろ、はい、いきます、はい、1泊目、怖いよおー、俺まで緊張する、コマタナ、コマタナ、エレザード、エレザード、ゾロはかわいい、ゾロはかわいい、あっ、光のチラチラせーの、お電気だよ、うん、やばい、よっしゃ、これちょっともう勝ち目ないんじゃないの、かわいい、でかわいい、おっ、キラ見えましたよ、え、マジっすか、キラ見えましたよ、ちょ、僕らこれキラ引きすぎじゃないですか、これはい、テッシーの、おっせーの、はい、ギルガルド、え、なにこれ、初めて見た、初めて見た、なにこれ、ポケモンなの、なんか武器みたいな感じです ね、武器、これはどういう値段するんでしょうかね、行きます。ニャビー。あ、モココやった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 。あ、モココの前いんの？メリープがいますね。あ、マミクさっき出た。まあまあノーマルだからね、すぐ出んじゃないですか。あ、キラ見えちゃったな。おい、マジ？キラ見えちゃったな今ね。せーの、ミカルゲ。あ、次ね。あー。次。あ、でかいよなんかほら。え？でかくない？おいおいおい、マジ？はみ出てるもん。はみ出てるよ。ちょっと待って。調べるまでもなしやん、持ってるわ、やっぱ持ってる。
ティ。はい。はい、エモンガ。モンガ。サナギラス。サナギラス。これはキラじゃないんじゃない？見えた見えた、キラキラ。マジ？キラ来ましたよ。せーの。イベルタル。伝説のポケモン出ました。おお、なんか先に全部いいの引かれた感がすごいんですけど。いやでもかっこいい、めっちゃ。デンチュラ。デンチュラ、はい。あと、あ、今やっと5パックだ半分、やっと半分来ましたよ、皆さん。長いですね。はい。ダン。二段ギル。お、キラ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 。マジ？入ってますこれ。次は何来る？次のキラはこちら、ゾロアーク。ゾロアークかぶりですね。わ、デンチュラー。ゾロアーク今日来たか。ゾロアーク。ラスト来てほしいよこれ。ちょっと鳥だか分かってほしい、このパック。これでなんか来たらでも怖いね、もう。うん、使い果たした感がある。帰り道死ぬんじゃん。これ動画的には最後。バケモン来てほしいです。二枚目。タナギラス。ベトベト。あ、キラじゃないか。エリキテル。あーあー、残念。ああ、エレキパワー。はい。はい。以上でございます。はい、ということで以上です。はい。はい、ということで改めまして、僕が当てたカードは、こちらの5枚ですね。うん、そしてユン氏が当てたカードが、こちらの、5枚ですね。はい。で、早速値段調べたいと思います。もうユウは自信ありますよ、これは。ということで、値段が見終わりました。はい。僕がね、まあいろんなね、買取サイトで、調べました。ちなみにこれは買取の値段ね。買取の値段、お店から買う値段ね、の合計ね。おー、うん、いきます。はい。まず、はい、ゾロアーク。ゾロアーク150円。安い。そしてジラーチ300円です。300円。300円なんですよね。そして僕が一番期待しているサンダー、300円なんですよ。なぜか300円なんですよね。安い。もしかしたらまだ価値がね、分かってないのかもしれませんね。そして僕の中で一番高いカプコケコ1400円。え、高くない？高い。合計が2450円です。2450円。じゃあ次ユンちゃんの方いきます。お、まずイベルタル。イベルタル300円。ギルガルド200円。安い。そして僕の方でもあったゾロワークが150円ですが、ここからがユンちゃんの期待してるカードですよね。この2枚。はい、まず電流。ほい。1000円なんです、なんと。1000円。負けてんじゃん。そう、負けてるんですよ、実は。そしてユンちゃんの中で一番レアなフーパー GX。 お、こちらのお値段なんと、だってこれパッケージだからね。そう、1200円なんです。1200円。まさかの負けてるじゃん。そう、カブコケコが一番高いっていうね。そしてユンちゃんの合計2850円。勝者ユン氏。っていうね。でも皆さんこれで分かったと思うんですけども、僕らの合計すると5300円の価値があるということです。まあ要はパックよりも上回ってるってことですよね。うん、だからヤフオクで売ったら全然元取れちゃうってことよ。そう、これがまあもうポケモンカードが今ね、高騰してるっていう理由なわけですよ。うん、はい、ということでね、ここら辺でね、終わりたいと思います。本当にご視聴ありがとうございました。はい、忘れてない。何がですか？勝ったら全部これ言うのじゃん。あー、思い出された。また機会があったらね、僕らのハマってるこのポケモンカードの動画出したいなと思っております。ということで、まあポケモンカードなんか楽しそうだなと思った方はね、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。ポケモン見たことあるよっていう人はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。絶対みんなチャンネル登録しろよ。みんな見たことあるだろ、ポケモンぐらい知ってるよって。今日すごいぞ、今日の登録者の増え方。ってことでまた会いましょう。またなー。またなー。しゃっくりしちゃった。しゃっくりしちゃった。ちくしょー。さて、これからユウはフェアリーデッキをね、開封するよ。